ション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ラジオ感覚で聞いていただければ幸いでございます。何度も同じようなですね、内容を記事にしたり動画にしたりしてるんですけども、どうしても過去に上げたものって埋もれてしまうので、またまた同じようなネタではあるんですけども、早く家を買いましょう、早くポジションをですね作りましょうというネタでございます。よく35年ローンとか組んで払えなくなったらどうするんですかっていう方もいると思うんですけど、それは賃貸だろうと分譲だろうと同じですよね。例えばですけど、月9万円の家賃を払ってます。何かしらの事情があってもう月6万がいっぱいいっぱいになっちゃいましたっていう時に、9万円の今の家から6万円の家に引っ越す、それは確かに容易にできます。ただ6万円しか払えなくなってしまった状況ってことは、何か収入が減ってしまったとかそういう事情がある中で、やっぱり手元にお金があった方がいいですよね。9万円の今の家から6万円の家に引っ越すときにお金は戻ってきません。まあ戻ってきたとして資金の一部とかですよね。ほんとお気持ち程度です。でもこれが例えば分譲で9万円払ってました、まあこれも残念ながらちょっと何かしらの理由でもう6万ぐらいのところに越さなきゃいけない、まあ一旦ちょっと賃貸に逃げようかなっていう時に、分譲であればローンの残債と諸費用を超えた分のお金っていうのは戻ってきます。例えば3000万円のローンを組んで、まあ、5年間払ってました、何かしらの理由です6万円の賃貸のところ、もしくはまた買い替えるにしても毎月の支払いをどのみち6万円に抑えなきゃいけないっていう時に、3000万で5年前に買いました、また3000万円で今売れますってなると、中手とか引いても300万円ぐらい戻ってくるんです。もちろん細かい、税金とかの部分はありますけども、まあ、いずれにしても特別控除とかを使えば、使うほどではそれとないですけど、使えば、税金もかかりません。まるっと300万円、戻ってきます。収入が厳しくなってしまったって時に一旦手元に300万円戻ってきたら嬉しくないですか。すっごく次につながりますよね。それが賃貸と持ち家でポジションを持ってるかの違いです。支払えなくなったらどうしようっていう不安に思う人ほど持ち家を持った方がいいです。逆にそんな心配すらないくらいお金ある人だったらずっと高級賃貸でもいいんじゃないかなって思っちゃう派です。誰しもが収入不安っていうのはあります。自分前職そこそこ安定した仕事ではありましたけども、やっぱそれでも全く不安がないわけではないです。そんな中で何回も何回も買い替えてきてるのは、ちゃんと1個目に早いうちに1個目のポジションを取ったからです。でいつ1個目のポジションを取ればいいかっていうところなんですけど、できればもうちょっと早い方がいいです。余震がついた時点かつ、まあ初期を最初の初期を払える、貯金まあざっくり300万とか、まあ、ほんと少なくても200万、まあでもできれば300くらいあった方がいいですかね。自分は二十歳の時2年目の時に貯金200万ぐらいでほんとギリでやっちゃいましたけど、ちょっとそれだと怖いかなって方は300万ぐらい、貯金貯まってからやるといいかもしれないです。でまあ、仮に大卒だと仮定して22歳で入りました。だから4年後ぐらいには目標にしたいですよね。まあ、でも本当はもっと早い方がいいですけど、遅くとも4年後ぐらいにはいいかな。だから逆に2年目とかで先物買ってもいいかもしれないですね。24の時に26に完成するマンションを買うっていうのもありかと思います。最初にポジションをですね取っちゃえば、もうあとは買い替えるにしても
買ったら売るだけなんです。買ったら売るだけ、買ったら売るだけ。もうその繰り返しができるんです。で、だから先物も買えるんですよね。今、例えば、竣工が長くて、でも欲しいなって思う方が多いのだと、パークタワー勝ち時ですかね。3年半先です。今、賃貸の方にとってはかなりきついですよね。3年半。賃料のキャッシュアウト垂れ流しってのはかなりきついんですけど、ポジション持ってる人からしたらむしろ3年半も今の家のローン残債減らせるっていう、むしろプラスになっちゃうんですよね。だから買ったら売るだけ、しかも先物が買えるんですよ。でその先物を買うってのは、最初に新築選ぶ場合、お互いする場合は通らなければいけない道なんですけども、入ってから3、4年待つのと20代半ばで3、4年待つのとは全然違うんですよね。で、収入が高まったら買えばいいじゃんって思う方もいるかと思うんですけども、高まったらまたそれに合わせて買い替えればいいんです。最初は年収500万だったから4000万弱しか買えなかったけども、年収も700、800まで上がったから、もう5000、6000の買おうかなっていう時に買い替えればいいんです。その時その時に合わせて買い替えていくことが、それがステップアップにつながるんですよね。で、住みながら、貯金してるので、それが自動的に戻ってくるんで、次の諸費用も実質ゼロっていうのも全然可能です。で、実際私も今まで9回買い替えてますけども、初期用自分の手持ち普通預金から出したのって最初だけです。要はもうそっから先は、戻ってくるお金を次の家に当てればいいだけなんですよ。だから買ったら売る、その繰り返しです。ローンってのは本当に思ったより減ってきます。特に低金利の今ものすごく減ってきます。0.6% の35年ローンで計算しても、例えば6000万組むと、もう5年後には5200万ぐらいになってます。6000万組んで5年後も5200ですよ。もし家が6000万円のままだったら含み益800ですよ。そっから中手引くにしたって結構な金額を5年間住みながら勝手に貯金できてるんですよ。5年間で600万とか貯金できないっすよ、なかなか。価値のある家を買えば5年間ただ住んだだけで600万円、中手とか引いたとしても600万円貯金してるってことなんですよ。5年で600貯金はなかなか良いじゃないですよ。それができるのが住みながら投資なんです。しかも自分家だから何のリスクもないし満足度も高い。でも1個目でこけるともうどうしようもなくなっちゃうんで、あの資産性とかはもうどうでもいいって言えるのは、よほど貯金ある人か2個目3個目の人です。1個目はできるだけ資産性高いの買ってください。できる限りでいいです。値上がりまでいかなくてもいいんで、できる限り下がらないものを買っておいてほしいです。1個目本当に大事です。例えばまだお子様のいないディンクスさん、最初にちょっと狭くてもいいと思います。 2LDK とかいいです。6000、7000とか2人で払えるものを買って、できるだけ下がらないものを買って、でそれでしばらく住んで、例えば子供が小学生になって、2人目できて本格的に狭くなってきたな、もう賛成よりも部屋の広さでちょっと立地を今より、郊外とかにして、近郊郊外とかにしてもいいから引っ越そうかってなった時に、そこまでの含み益があることでそれを手元に戻せるんで、ちょっと資産性低いの買っても、あの売るに売れないっていう状況にはならないんですね。いや、最初の1個目にいきなり近郊郊外とかでちょっといかにも資産性ちょっと厳しい、でも住んだら良さそうだよねっていう、でもそういうところを1個目で買っちゃうと、も
もうずっとそこに住まなきゃいけないっていう状況になりかねないんですよね。だそういったら本当は2個目以降で買ってほしいなと思います。もちろん一概にです、近郊郊外でも全然下がらないのがあるので、また分かりやすい例で言ったら津田沼座タワーとかですね、もうあれなんか分かりやすかったですよね。また 1LDK なんか2700とかありましたもんね。2700で買って10年後3000とかで抜けたら、もう次の家のお金をそこで捻出できちゃうんですよね。だからそこで戸建てでもいいと思いますよ。その分の含み益があるんで、そこ貯金に残しておけば、本当なんかあった時に、まあ、最悪それで残消せるんで。今高値市況ではあるんですけども、下がらなそうな物件っていうのは結構あります。上がりそうな物件っていうのはなかなか難しいですけど、下がらなそうなのは結構多いです。で、今時点で、まだ若いんであれば先物でもいいと思いますし、ちょっともう年齢がっていうところであれば、まあ、持ってきてるもので、下がらなそうなものを買うと。で、1個目である程度いいの買っておけば、まあ、少し市況が悪くなって自宅の価値が下がっても残りしない程度であれば住み替えってできるんですよ。だって自分の家の価値が下がるぐらいの市況になったってことは、買う先も安いっていうのは基本ですから。逆に自分家が上がってれば買う方も高くなっちゃいますよね。とりあえず1個持っとけば、もうその先の相場ってあんま関係ないっちゃ関係ないです。もちろん戦略的にどこで売るかとかそういうのは考えた方がいいですけど、とりあえず1個持っとけばどうにかなります。もう前もお話しましたけど、自分も最初に買ってからリーマンショック 3.11 って結構厳しい市況は体験してて、その時自宅の価値は下がってるんですけど、その時別に売らなきゃいいんですもん。住んでりゃいいんですから、また戻るわけですから。ただ戻る力がない物件を持っちゃってるときついっていうだけで、戻る力の物件を持ってたら一時的に下がったって必ず戻ります。もし戻らなかったとしても買う先も安いってことなんですけど、それでいいんです。今時点でベストな物件できる限り下がらないの、とりあえず早く買うってことで、もできれば若いうちです。1個持っとくと本当に強いです。その最初の1個をいかに早く手にするかってところにかかってます。タイムイズマネーです。今検討されてる方で、もうちょい若いうちに買っとけばよかったなって思う方も多いと思います。基本的に あの時買わなきゃよかったなって基本ないです。若いうちに1個目を買って後悔っていうのは、もし後悔してたとしても、それはちゃんと資産性高いの買ってるを売ってお金戻ってるわけですから、家を買うことをリスクっていうふうにはですね、本当に思ってほしくないんですよ。だって家って必要なんですもん。その必要なものに対して賃貸借りてキャッシュアウトし続けるって私にはよくわからないです。よほどお金があるならそれでいいと思います。自分もめちゃくちゃお金持ってたら高級賃貸がいいですもん。ずっと高級賃貸好きなの住めばいいです、分譲賃貸でも。でも一般的によほどのお金持ちなんては少ないわけで、そんな中で、できる投資、一番リスク少ないのは自分は住みながら投資だと思います。家は必要なものだからです。だから家を買うのがまだ早いかなと思って、今はやめようかなと思ってる方もいるかもしれないですけど、何がまだ早いんですか？だから今の時点で必要なものを買えばいいんです。住み替えできますから。今時点で自分に必要なサイズ感だったりとか、まあ、立地だったりとか選んで、次まだ今まだ早いかなって思ってる、そのまだ早いって、結婚数年後するかもしれないかなとか、なんかいい人出会って、広い部屋を2人で買う時が来るかなって、そういうまだ早いのであれば、その時が来たらその時買い替えればいいんです。1個目の購入にまだ早いっていうのは自分はないと思ってます。余震と最初の初期用分の預
貯金さえあれば、もうまだ早いはないです。その時点で必要なものを買って、次に、必要なものが変わったら住み替える、それでいいんです。その時お金が戻るわけですから、その代わりスタンス低いのは、1個目では買っちゃダメですっていうところです。最初の1個目を買うことでまだ早いかなって言っていいのは、まだ余震がない方と、預貯金がない方だけです。先が読みにくい市況ではありますけども、今のベスト物件買っておけば残債割れするほど下がるって基本的にないです。この先ちょっと市況どうなるかとか不安は大きいと思うんですけど、だからこそ1個目を持っといた方がいいです。早いうちに。どうなるかわからないからこそ、それがどうなるかわかんないのはいつも時代の一緒なので、ただ本当に怖いのは1個目でこけることなので、もう不動産どんどん二極化していくと思います。下がる物件、下がらない物件、もう下がるのはどんどん下がると思います。もう買い手が見つかるかどうか、そういう世界になっていくと思うんですよね。そんな中で、選ばれる方を買いましょう。さらに次に買う人にとっても選ばれる物件、5年10年後今よりも評価されてる物件、そういうのを買っておくと手堅いです。1個目買うときは5年10年後に今よりも評価されてる物件、ここ本当に大事です。私は別に投資家ではないので、そんな尖った物件買ってきてはないですけど、そこは守ってます。5年後ぐらい10年後ぐらいに売るかもしれない、そうなったときに買った時よりもその町エリアが評価されていれば、その持ってる不動産も場合によっては上がってるって可能性もあります。上がってなかったとしても価格を維持できてると。3000万円で買って5年後3000万円で売れる物件、6000万円で買って5年後6000万円で売れる物件、そういったのを買っておくと非常に強いです。特に1個目です。2個目はもうちょっと下がってもいいと思います。熱く長々と語ってしまいましたが、今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。もう本音ベースです。本当の本当の本音です。家を買うことによって将来の生活を楽にする方をもっともっと増やしたいです。もちろん住んでる間の満足度も大事です。満足度を得つつ貯金もできてる、資産形成もできてて最高じゃないですか。いやこういうネタは本当熱くなっちゃいますね。でも本当に1個目のポジション早く取るってことは大事ですよ。そこに住みながら満足度を得ながら勝手に貯金ができて、次もし引っ越すとか来ても売ったお金が次の住まいの初期費用に充てられる。1個目どんなの買ったらいいかなって迷われたら、ぜひご相談ください。できる限りその方に合ったいい物件をご紹介します。ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。